くり飛行機チャンネル。あんなところにパトカーが止まってる。この辺は速度制限違反が多いのよ。まっすぐな下り坂なのに50キロ制限なのよね。かわいそうに、よく知らない人はつい速度を出しすぎちゃうんだぜ。速度制限の標識もあるのに、案外よく確認しない人が多いんだね。でも警察もよく張ってるのよね。そもそも速度違反を減らすような努力をすればいいのに。それは、まあごもっともだな。でもきっと取り締まりの実績を増やすのに効率がいいんだろうね。警察を敵に回すようなことは言わないでくれよ。そうだ、今回はある制限に違反してしまった出来事を紹介しよう。というわけで今回紹介するのは、全日空325便インシデントだぜ。久々のインシデント紹介ね。インシデントは事故に至らないまでも、危険にさらされたことを示す言葉だね。今回取り上げるのは北海道の旭川空港で起こったインシデントだ。あの旭川空港で事故の危険があったのね。空港紹介のコーナーでも取り上げたことがあるね。一体何が起こったんだろう。それでは前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。インシデントが起こったのは、2010年10月26日のこと。全日空325便は、中部国際空港から旭川空港までの旅客便だった。使用機材は B737-800 という中型機だ。フライトを担当したのは当時34歳の機長、4058時間の総飛行経験があった。また副操縦士は当時48歳で、14484時間の総飛行経験があった。機長の方が経験が短かったのね。だな、彼の機長としての経験は約3ヶ月程度だったそうだ。実際の操縦を担当したのは機長で、副操縦士はそれ以外の業務を担当した。この便には乗員乗客を合わせて57名が搭乗していた。中部を出発してから約50分後、目的地の185キロ手前で降下を開始。旭川空港への着陸に向けて準備が進められていた。管制官から交信が入り、先着機がいたため着陸は2番目になる旨が告げられた。325便は旭川空港上空で先着機が着陸するまで旋回待機することになった。しかし当時の旭川空港の天気はあまり良くなかった。雪混じりの雨が降っており、視程は約6キロ程度だったそうだ。とはいえ、そこまで悪い条件ではなさそうね。しかし、資格を得たばかりの機長が着陸するには悪い条件だった。というのも、機長でも経験に応じてカテゴリ分けされていた。カテゴリ分け？例えるなら、彼はまだ初心者マークだった。彼はベーシック1機長という、昇格後初めに与えられるカテゴリだった。そのため着陸には厳しい制約が存在し、この時はその限界に近い状況だった。よって機長は若干追い風を受けるものの、誘導電波を用いた精密侵入を要求した。状況に応じた適切な判断に思えるわね。しばらくすると、先行機よりトラブルのため着陸を遅らせたいと管制塔に連絡が入った。これを受け、管制官は先行機に対して空港上空8000フィートでの旋回待機を指示。さらに325便に対して着陸が1番目に変更となる旨を告げ、空港への誘導を開始した。着陸が繰り上げになって、早めに降りることができそうだね。ちょうどその頃、325便は旭川空港上空を通過したばかりだった。管制官からの次なる指示は方位90度、つまり空港の真東への右旋回だった。さらに高度5000フィートへの降下を指示したが、乗員たちは違和感を覚えていた。違和感？空港東側には山岳地帯が広がっており、降下には危険が伴った。本当だ。空港の近くには高い山があったんだね。しかし、乗員たちはこの後空港に誘導されるのだろうと思い指示に従った。なんだか危険な香りがしてきたわね。しばらく東に向けて飛行したが、空港から15キロ離れても次の指示がなかった。機長と副操縦士は山岳地帯が近づいているため、そろそろ危険だと考えていた。そのため、管制官に旭川空港に U ターンする形で直行しても良いかと尋ねた。すると管制官からは、南西に進路を変えるように指示があった。空港への直行指示は出なかったんだね。管制官は降下が不十分でまだ高すぎるため、直行させるのを躊躇したんだ。とりあえず南西に向け飛行して高度を低下させようとしたのね。そう、管制官は高度7000フィートを下回ったら直行させようと考えていた。ちなみにこの時、325便の高度は8000フィート程度だったそうだ。325便は管制官の指示通り、南西に向けて右旋回を開始。しかし旋回指示が与えられた直後、地表への異常接近を知らせる警報が作動。さらには衝突を避けるため、操縦桿を引けとの警報も作動した。地表に最も接近した時、たった200メートル程度の余裕しかなかったという。うすうす感づいていたけど、山岳地帯が近づいていたのか。一歩間違えたら地面にぶつかってもおかしくないわね。
ったな。乗員たちは警報に従って速やかにエンジン水力を増して上昇を開始。しかし警報が鳴り止んで上昇を緩めると、再び大地接近警報が作動した。やがて高度1万フィートまで上昇すると警報が鳴り止み、機体が安定した。なんとか事故を避けることができてよかったわ。飛行が安定した後、乗員は地表との衝突を避けるため回避操作を行ったことを報告。しかし無線感度が悪く、この時管制官はあまり状況を理解できていなかったという。高い山が無線電波を遮ったのかしら。その後、管制官は再び高度5000フィートへの降下を指示。降下に伴って再度地表に急接近してしまったが、今回は警報が作動しなかった。ひえ、また衝突の危険が高まったのね。その後、乗員たちは日本語で何が起こったのかを管制官に報告した。加えて準備が整ったことも報告し、警報の作動から約20分後に無事着陸した。地表まで最小200メートルと余裕が少ない中、山に激突しなくてよかったよ。本当ね、少しでも上昇が遅れたらと思うと恐ろしいわ。だな、乗員乗客に怪我人はなく最悪の事態を避けることに成功した。繰り返しになるけど、それが不幸中の幸いだったね。なぜ325便は山岳地帯の中、そんな危険な高度まで降下したのかしら。今回のインシデントも複数の要因が重なって起こってしまったんだ。なぜ地表に異常接近してしまったのか、後半でその要因についてお話ししていくぜ。お願いします。管制官もこの出来事にすぐに気づいていた。旋回を指示した直後、レーダー画面に上昇を示す矢印が表示されたからだ。なぜ急に上昇しているのか不思議に思ったことでしょうね。異変に気づきしばらく経過した後、管制官は MVA をレーダーに表示させた。MVA とはミニマムベクタリングアルティチュードという、日本語で最低誘導高度といい、レーダー誘導中における最低降下高度を示す。つまりその空域で降下できる最低高度のことね。今回の場合、325便は管制官のレーダー誘導を受けていたね。そうだ、そのため325便は規定の MVA に従う必要があった。旭川空港周辺の MVA はどのくらいだったの？場所によって異なるものの、山岳地帯周辺では1万フィートだった。当時飛行していたのは7000フィート付近。MVA を大きく下回っているね。レーダーに映し出された MVA を見た管制官は、そこで初めて全日空機が規定を下回って降下していることに気づいた。つまり今回の出来事は管制官の降下指示が大きな要因になったのね。そう、直接の原因は空港上空を通過した時に出した高度5000フィートへの降下指示だ。なぜ管制官は325便を降下させすぎてしまったんだろう。この時、旭川空港周辺の空域を担当した管制官は業務に追われていた。裁ききれないほどではないものの、比較的交通量が多かったそうだ。当時、管制官は平均9機に対して業務を行っており更新の頻度も高かった。325便に対する注意が3万になっても不思議ではなかったわね。さらに旭川空港上空では、同じような高度を飛行する先着機が旋回待機していた。先着機と安全な間隔を保つことに意識が傾き、管制官は MVA の確認を失念してしまった可能性が高いとの指摘がある。管制官の業務負荷が高まっていたのは確かなようだ。これは325便の飛行ルートを示した地図で、白の数字が MVA を示している。旭川上空を通過後に規定の最低高度を下回って降下を続けた結果、南西への旋回に伴って地表に急接近したため大地接近警報が作動した。こうやってみると、山々の間を縫うような形で飛んでいたことがよくわかるね。本当に衝突しなかったのは間一髪だったわね。警報の作動後、乗員の速やかな回避操作で高度1万フィートまで上昇。事故を回避することに成功したが、次の危険が迫っていた。そういえば管制官は2回目の降下指示を出していたわね。そう、この時は無線感度が悪く管制官にうまく状況が伝わっていなかった。そのため状況を十分に把握せず、MVA を確認しないまま再び降下指示を出した。つまり325便は2度にわたって MVA を下回ったんだね。そう、彼が MVA をレーダーに表示したのは2回目の降下指示を与えた後だった。危険を感じて上昇したトラフィックに対してもっと慎重になるべきだったわね。報告書でも2回目の降下指示の前に MVA を確認すべきだった旨を指摘している。なぜ MVA をよく確認しておかなかったんだろう。MVA の低い空域はもっと東側だと思っていたことが管制官の証言により判明。すなわち飛行空域は安全だと勘違いしていた可能性が指摘されている。まだ安全な空域にいるはずだと思い込んでしまったのね。さらに325便から状況の連絡が入っていたため、安全が確保できたと判断。
再び MVA 以下まで降下指示を出してしまったと推測されている。325便の状況をよく確認せず、漠然と大丈夫だろうと思ってしまったのね。しかも当時は交通量が多く、忙しい状況だったのも不運だね。だな、もう一人いた管制官も先着機との感覚に意識が傾いていたと証言している。そのため彼女もまた MVA の意識がおろそかになってしまった。二人の管制官がいてもこのような事態を引き起こしてしまうことがあるのね。二回目の降下指示を与えた時、もう一人の管制官は別部署との調整業務に追われていた。よって結果的に、彼らの連携が適切に図られていなかったことも指摘されている。つまり今回の出来事は管制官からの不適切な指示が主要因だったのね。しかし、325便にも地上との接近を避けるチャンスがあった。例えば、VSD をよく確認していれば接近を避けられたというものだ。VSD? VSD とは前方の地形を視覚的に把握することのできる計器だ。実は降下中、副操縦士は VSD を表示して地形の把握に努めていた。それならもっと早く接近に気づくことができそうなものね。しかし、経験の長い副操縦士はあまり出過ぎないように心がけていたそうだ。そのため機長への助言は最小限にとどめ、彼の職務を犯さないようにした。操縦士なりの配慮だったんだろうけど、でも機長に注意を促していれば早くに降下をやめられたでしょうね。そう、クルーリソースマネジメントの考え方に基づいてお互いに情報共有すべきだった。そういった点からも報告書ではクルーリソースマネジメント訓練が活かされていなかったと指摘している。先輩パイロットに萎縮したケースは多いけど、その逆のケースもあるんだね。また副操縦士は機長が地形を理解していると思っていたとの証言もある。そうそう、機長は旭川空港周辺の地形について知っていたの？もちろん機長は地形を知っており、降下指示が与えられた時に抵抗を感じたという。しかし彼は管制官が当然適切にレーダー誘導するはずだろうと思っていた。確かに管制官はレーダーを見ながら空港に誘導してくれるはずだからね。そのため彼は管制官の指示を確認することなく降下を続けてしまった。抵抗を感じたのならば管制官に指示を再確認するべきだったわね。だな、報告書でも管制指示の確認が不十分だった旨を指摘している。乗員たちは山岳地帯に気づいていたのだから、より慎重になるべきだったのね。今回のようないわゆるダロー運転は車でも飛行機でも危険だね。以上のことから、今回のインシデントは MVA の失念による不適切な管制指示並びに不適切なクルーリソースマネジメント及び管制指示に対する確認不足が要因となり発生した。今回のインシデントを受け、MVA に関する管制支援システムの導入促進、すべての管制機関に対して事務連絡文書を発出し、再発防止を図ることとなった。さらに全日空においても、管制官の指示が疑わしい場合の対応について周知を図った。さらにテレインモードを使用し、地形の把握に努めることなどが周知された。というわけで、これが全日空325便インシデントの概要だぜ。今回の話を聞いて、情報共有の大切さに改めて気づかされたよ。そうね、特に危険やリスクに関する情報は共有しておくべきね。だな、特にクルーリソースマネジメントの考え方は私たちの生活にも活かせるはずだと感じたぜ。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回は成田空港で開催された楽しいイベントを紹介するわ。お、どんなイベント？日本最長の滑走路、成田空港の A 滑走路でのウォーキングイベントよ。え、成田空港の滑走路を歩くことができるのか？そんな機会は滅多にないね。このイベントが行われたのは5月21日の早朝。離着陸機の少ない時間帯に行われたわ。約45分にわたってバスで滑走路を走行し、さらに一部の区間では実際に降りて滑走路上を歩くことができるそうよ。滑走路の大きさを体で感じることができそうだな。それもあの成田空港の A 滑走路、ものすごいレアイベントだね。集合は午前3時半と寝ぼすけには厳しいものの、抽選倍率はなんと17倍以上と超人気イベントになったそうよ。当選するだけで今年の運を全て使い切ってしまいそうだぜ。でもそれだけ航空分野に関心を持つ人が増えているということだね。それ以外にも普段入れない制限エリアに入れたり、実際に使用されていた部品などの抽選販売も行われていたみたい。航空ファンなら一度は参加したいイベントだね。だな、確か成田空港以外でもランウェイウォークはたまに開催されているよな。そうね、地方空港でも時折開催されているから最寄りの空港の情報を調べてみてはどうかしら。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。